どうも、おはようございます。金田です。ですね、今日はですね、予定だと、新幹線に乗って、大阪に行く予定だったんですが、なんか今日東京駅に行ったら、朝から、新幹線の運転見合わせをしてまして、どうも、事故があったかなんかで、朝から、新幹線動いてなくてですね、で、なんか復旧見込みが早くても12時過ぎますっていうことでしたので、ちょっと大阪の予定をキャンセルさせていただいて、ちょっと東京で溜まってた事務作業だったりとか、滞ってた作業をやろうかなっていうふうに切り替えました。で、ご報告っていうか、ちょうど昨日の日曜日なんですけど、治療院マーケティングさんが、主催していただいている、バックエンドセミナーって言いますかね。6ヶ月間のプログラムっていうのが、スタートしまして、その DVD 購入して、そのセミナーを受けてくださる方々と、昨日初めてお会いするっていう形になりました。で、そうですね。20人集まっていただいていて、昨日はですね、実際は4コース、それぞれ20人ずつらしいんですけども、20人に対して、話をするっていうのも、実は今回が初めてでして、正直探り探りやりながら、ちょっとお話をさせていただいていたところはありますが、どうだったのかな。どうだったのかなっていうのが、正直なところですね。この周波数を使った、施術っていうのは、正直汎用性が結構ありまして、いろんなことができたりするんですよね。多分元々そうですね、元々昔の人たちはみんなできたものなんじゃないかなって僕は考えていますけれども、そのやり方を忘れてしまって、何でしょう、今日に至るっていうことかなと思っていて、で、それを、もう一回思い出しましょうみたいな形の内容にはなっています。この6ヶ月間でやることのメインとしては、本当、周波数を受信するっていう能力っていうか、使い方っていうのをひたすらマスターしていくっていう形で進めていこうと思ってます。それさえできれば正直施術できますので、施術以外でもできることってあるんですけど、例えば探し物を探せるようになったりとか、そうですね、あとは当然自分に合う食べ物だったり合わない食べ物もわかりますし、この本の内容は自分に必要か必要じゃないかみたいなのも分かったりもします。そういうので自分でこれはいるのかいらないのかっていうのを確認したりもするんですね。で、機能としては、心構え的なところが、正直一番大事なところではあるので、僕はどういう、原理で施術をやってるのかっていうのを一応 DVD でも、DVD じゃなかった。この動画の中でも、説明していこうかなと思いまして、動画今撮っています。で、この互換周波装置っていうのは、そのウィンキーブルホールディングさんにつけていただいたんですけど、使用していいって言っていただいたので、今後、互換周波装置っていう形で、ちょっと名乗っていこうかなっていう形にしたいと思っております。で、その周波数をダイレクトに調整することで、いろいろな症状が改善する主義ですよっていう話をしていて、根本原理としては、自分自身の基軸っていうものを立てて、ネガティブをポジ化することによって周波数を整えていますっていう形になります。これいうのはこういう資料を作ったりして説明してるんですけど、その中の、一番最初のページに書いてある内容
まあ別に公開してもいいかなと思うので、まあちょっと公開しちゃいますねっていう。まあその、基軸立ててネガティブとポジティブ、ネガをポジ化するっていうのが大事で、で、人はまあ、まあちょっと読み上げてますけどね。人はまあ誰しもまあネガティブを悪いものと捉えているんですけど、まあこの、この資料上パッチンセラピーって書いてありますが、五感周波操術って名前を付けてもらうまで前はちょっとパッチンセラピーって勝手に呼んでいたですね。で、このネガティブを新たな能力を習得するための宝として捉えています。で、自分は何がしたいのか、で、どんなことに興味があってどんなことが好きなのか、この好きということのエネルギーを使ってセラピーを行うっていうのが、五感周波操術というか、まあ、周波数を整えるっていう形になります。で、一見、まあ、嫌なことと思っていてもやってみたら好きだったり、そんな体験を持つ方もいらっしゃると思います。で、実際の行動とイメージで考えるのとだけだと運転の差がありまして、自分自身の凝り固まった思考にとらわれることなく、ダイレクトに周波数を読み解くことで本来の自分を取り戻される手法になっておりますっていう、まあ一番最初のページの説明っていう形ですね。僕は本当にこのネガティブとポジティブっていうものの捉え方っていうのがすごく大事だなっていうふうに思っているので、ネガティブは宝だよっていうのを認識してもらえると非常に助かるなというふうに思っております。で、まあその中で、まあ心構え的なところもありますので、まあそれもまあちょっと紹介はしておこうかなというふうに思います。で、心構えは11項目自分で考えてまして、で、それがまあこちらになるって形なんですが、まあちょっと読み上げていくと、まあこれはほどきっていうんですけどね、ほどきはまあクライアント、まあ施術受けられる方がやることで、まあセラピストは私の立場ですね、は、まあ、結びの働きをするっていうことになってます。で、クライアントの気づき課題は自分自身の気づき課題でもあるっていうこと、で、常に笑顔を忘れないことっていう、伝える言葉に注意すること、常にお詫びと感謝を忘れないこと、心の底からワクワクすること。で、触診を大事にすること。で、病気の改善は気づきが大事ということ。まあ、ちょっと、まあ、いいでしょう。で、自力で治そうとする力を妨げないことと、甘えと依存と教養から切り離すこと。で、目視伝授を学んで基軸を発見することっていうのが、僕の中で、まあ大事にしている心構えという形になります。これは実際その施術を受けられる方もそういうふうな認識を持っていただけると非常にありがたく思います。僕が施術して治してるんではなくて、あくまでもサポートっていうことを認識していただいた方がよくて、あくまで自分自身で治してるっていうことになりますので、僕はただ、まあ自然治癒力とか、本来、体が本来持っている能力に、まあ、戻すというかスイッチを入れるっていう感覚でやっていますので、だからこのなぜこういう現象が起こったのか、なぜこういう症状が起こったのかっていうのを、気づく理由に気づいていくっていうのが、まあ、僕自身の課題でもありますし、クライアントさんの課題でもあるので、それを妨げてはダメだっていう認識でやってます。まあこれに関しては、まあわからないことってたくさん出てくると思うので、まあコメントだったり問い合わせの窓口からまあご質問いただけると、ご意向回答していきたいと思います。それでは今日も、ありがとうございました。よろしくお願いします。では。